危ないよ、ゴミがいっぱいあるから。ゴミがあるべ。このゴミどかした方がいいんじゃない。どかす、どこへ。どこ、これなんでここに置くの。ここ別にここじゃなくてもいいじゃん。あ、あの別にさ、今危ないからじゃどかせばいい。どかすとこねえんだよ、もう。ここら辺置いとけじゃん。ああ、ゴミだらけだよ。そうじゃなくてよ、あのほうれん草出してよ。ほうれん草洗わなくちゃでしょ。あれ、俺が買ってきたあれは何だっけ、ナルトは知らないよ、お前一体しまったんじゃない、袋で入れたんじゃない。自分で袋入れたん忘れるんかい、はい、ナルトの一番。あんた自分で買ってきたものを忘れるんかい。これ全部入れる。え、ほうれん草、まあ適当でいいんじゃないですか。あー、イエオさんから、花火いただきました。あ、ありがとうございます。2020年花火、ユウさん、ありがとう。お前が、お前が、お前がアラブの石油をインドネシアリリース、ソフトバンク、ソンマドヨシ、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと、お前と洗うの大変なんだけど。知らねんかね。え、知らねんかね。さあ、わかんねえけど、まあ洗った方がいいんじゃないですか、どっちかっつうと。切ってから洗う。終わったな、水切りしとけよかったな。しょうがねえな、ここで洗うしかねえな。みんな入れちゃおう。え、みんな、うん、そうだね。いや、後からも入れられる。どれぐらいの量を作るかが分かんないから。だから後からも入れられるけど。あ、シャロットさん、おみくじ、中吉、ニコです。ありがとうございます。綺麗だな、洗わなくても。さん、ああ、ちょっと待ってよ、電車も綺麗にしてきたんだから。こんなにいっぺんに終わってねえねえも、私電車も誰もしてくんねえから自分でやってきたんだよ。生協で買ったやつ、こすらなくて落ちるってやつ。こすらなくても落ちるって便利だね。2、3分経って落ちるって最高だね。こすらなくても落ちるなんてか、あれだよね、すごいね。まったく、おいしい。ダメなんだよな、くったびれちゃうんだよ、立ってるんが。 あもうダメだなこれ。あああ、匿名の方、中吉おみくじ参加です。5倍、あ、5倍が出てるね。言うな。何、ちょっとお前が言っててよ。無理だよそんなに。私あれちょっとほら、どかしてこれで大丈夫なんかな。なんで俺切るのもまっすぐしてくんねん。たくーたくー、鍋にお湯入れてよ、水か、水を。あ、取っ手が取れるよ、もうブラブラだからお、怖いよ。怖いよ、取っ手が取れるから。
どれぐらい水入れたらいいんですかね。どれぐらい？結構入れていいんだよ。これぐらい？もっとだよ。もっとですか？そうだよ。うんとつくときゃうんと楽だよ。ねえ。ナルトとかそういうの先の方がいいんかさ、ほうれん草ゆだっちゃうもんな。こんぐらいですか。こんぐらいやればいいんじゃない。ああ、どこ。もっと入れる。うんと。だいぶ多いよこれも。うんと作っといた方がいいんじゃないの。とりあえずこんぐらいでいいんじゃない。それ。だって具とかもいろいろ入れるんだから。うん、ナルト取ってよ。人参は入れるん。人参入れるとダメだな、家庭感な。あ、猫あります。え、人参？人参じゃねえ、ナルト。人参って確かに色にいいけど、でも煮すぎちゃうから。ほんとこういうんが、あ、2024ハッピーニューイヤーです。これは何？おめえ何やってるの。おめえいいけどさ、うん、もういいよ、お前はダメだから、もういいや、もういいよ、汗なんねえから。いるだけだからダメ。何が？この子はダメ。もういい。もう口も利きたくねえ。はっきり言って。また口も利きたくねえよ。正月から。私がこういうことやる自体がもう大変なんだから、はっきり言って。ガツンとアップルパイ初めて食べよう。初めて食べよう。これどうすんだろう。ほうれん草の根っこも入れた方がいいんかい。だってるんじゃない。根はあれがないかい。もういいや、疲れるよ。病気の私にさして自分はダメ、あれだもの。こんな楽な人いねえで。じゃあ俺やろうか。まあいいよ、まあ、何やればいいの。いいよいいよいいよ、切れねえからいいよ。うん、おいしい。あ、おことだ。あ、おいしい。思ったよりすごい柔らかい。めっちゃおいしいやん。私がどんだけおことだかあんたにはわからねえ。人にはわからねえ、このおことは。私、こんなおことでなきゃ文句言わねえから。アイス食べる？いらない。アイスなんで食えるん？切ってんのに。どうしてそういうこと言うの？そういう言葉自体がイライラしてくる。本当に。こんだけ大ごとな人間がやってるのにアイス食べるって言われると本当腹立つ。私がどんだけ大ごとだと思ってんの。ゆらゆらゆるいで歩けないんだから。自分であまりバカげなこと言わないでよ、腹立つから。これ食えるか聞いてよ、ほうれん草の茎。ほうれん草の茎って食べれるんですか。別に食えるんじゃないの。泥ついてね、大丈夫か。いや、さすがにそこのとこは取るでしょ。そこの先端のとこはさすがに取るでしょ。だから茎だよ、これ茎に栄養があるっつんだけど。さすがにそこのとこれ、そこの先端は取るんじゃない。これ取るんかい、うん、それを聞いてるんだよ。グレグレしてよ、これがぴったな。このグレグレが治りゃいいんだけどよ、治らねえんだいな、なかなか。医者行かなきゃ無理かもな。もう傾いちゃってるんだもん、体が。もうダメないな、こんなりゃ人間も。俺って本当に用意してこなくても捨てるわけないじゃん、この人。完食。じゃあこれは食えないね。ほんま料理ってそんなこんな質問してこないでよ。ここ食えるのとか。私は食うときあるよ、この茎茹でて。俺ここに栄養がある。何やってるよ。二つ目
ナルト返してよ。ナルト？人参入れりゃ綺麗だけど、人参はさ、いくらか煮てからじゃないと硬くなるから、ボウトル入れろ。どっちでもいいんじゃない。まあ、入れた方が美味しいと思うけど、人参何なんと。はい、人参はまあ、入れた方が美味しいだろうね。だって薄く輪切りに飾りに入れるだけだね。うん、何のアイス？ガツンとアップルパイってやつ。ガツンとみかんのアップルパイバージョン。人参入れんの？え？人参。入れた方がいいんじゃない？人参あるんだっけ？あるよ。どうやんの？ここに。野菜室だよ。ああ、怒っちゃう。まあ、早く使っちゃう意味でも入れたら。一つだ、一本でいいんだよ。一本でいいっていうのに。ダメだな。サムネの部屋かわいいって。ほら、ダメだ。サムネの部屋かわいいって。どこにいるの、これ。これ私。どら、あの ケーキを持たされた時ぐらい笑顔だよこれ。こうに出るんだ。いやだってあれなんですよ、俺がねサムネ撮る時に吉江さんを笑わせたんですよ。あ、これこうサムネを撮る時に俺が吉江さんを笑わせて撮ったから、ね、あ、いいよこういうのが出るんだ、俺知らねえからよ。だからいつもあのサムネ撮ってるでしょ、ここにこうやって出るの。笑ったことねえかんな、いつも怒ってベイビーから。あのケーキ持ってた時すごい笑ってたよ。あのケーキ持ってた時。あ、どうも、風船どうも、手多めです。アイス2個食べちゃった。これはさ、うん、あれか。皆さん、ほら、ナイス言っとかないと今閲覧増えてきて500円。皆さん、ナイスよろしくお願いいたします。ありがとう。明けましておめでとうございます。ナイスよろしくお願いいたします。お、増えた増えた。増えた。うん、あ、風船どうも。ナイス 10ぐらい増えました。よろしかったらナイスよろしくお願いいたします。増えた増えた。さあ皮むくん？知らない、いつもむかねえんだけどさ。大丈夫だと思うんだけど、人参は飾りに入れるだけだから。お腹すいたな。そんなこと言わないでよ、作ってんのに。たくたくむかつくガキだ。たく正月からクズ野郎で、まったくクズだよ。正月でクズの山だよ、本当に。たく何がたくだよ、この吉江さんが言ったんじゃないですか。吉江さんが言ったんじゃないですか。それをあれ、オウムみたいにしただけですよ。オウム返ししただけです。手がかじかんじゃってよ。今あそこ行ってきたからよ、トイレ掃除っていうか、こすらなくても落ちるっていうのが生協で売ってたから。私できないから。誰もやってくれるものいないのよ、みんな遊んである。つらいよ本当に。こんだけ綺麗好きだった人間がね、何もできないっていうのは辛いよ。まあしょうがねえからよ。アイス食べながらやる。いいよ、そんなもの。アイスなんか食ったら腹が冷えて、おめえね、うんこ出たくなんべよ、おめえ。うんこ出たくなったらうんこすればいいじゃないですか。そんな暇あるかい、これ作ってて。いや別にうんこする暇ぐらいあるでしょ。ないよ。うんこする暇ぐらいあるでしょ、別に。ないよ。
もう飾りだからいいわ。これ飾りだから、ナルトと一緒だから。別にさ、いや別に飾りってわけでもないじゃない。飾りだよ。あれこれ。なんかあのイチョウのように切ることできないもんね。これイチョウ切りだね。え？これイチョウ切りっつうんだね。イチョウじゃないや、なんだっけ、花びらのようになんか切ったりするじゃん。あ、あれは型抜きがあるや。あ、そっか、あれ型抜きでやってんのか。型抜きあれあるよ。まあ別にいいけど、一応型抜きお前がいっぱい買ってきてしまってあるよ、どっかに。どこにしまったかわかんない。あなたは何でも買う人だからさ、型抜きいっぱいあるよ、いろんな。まあなんか人参の色ちょっと黒くない？ちょっと悪くなってない？そんな黒くなんでよ、こんな人参なんか悪くなるわけねえなんだよね。いや、なるとは思うけど。人参が悪くなる。まあこれからは大丈夫か、でも。人参が悪くなるなんて聞いたことはねえわ。よっぽど悪くなるでしょ、普通に。よっぽど頭悪いわ。あの、なんだ。はい、明けましておめでとうございます。もう一個愛されちゃうかな。もうのんきでいいね。羨ましいよ、本当に。のんきな野郎で羨ましいよ。毎日が正月でいいね。私の方が動いてるかんね。うん、いいよ、いらないよ、私。アップルパイのアイス、アップルパイ。いい。いや、アイスなんか食いたくね。悪いけど。アイスなんか食ったら大変だよ。もうしつこくしないでよ、やってるんだから。あんまりしつこくしなくていいんだよ、もう。どのくらい入った、これ。どのくらい言われても、どのくらい言われてもって言われても困らないな、こっちも。どのくらい入ったんだ。ああ、こんなもんか。やっぱこれ水多かったね。一本入れちゃえばいいか。もったいねえから。なんね。途中だと。水多くないよ。一本入れた方がいいんじゃない。はあ。お雑煮なんて正月だね。ほんでさ、人参は飾りだからさ、はあ、飾りだから、あー大変だな。ぐらついてるからな。ぐらついてなきゃ笑顔がいつもできるんだけど。体がきついから笑顔もできねえんだよね。いつも思うように動かねえからね。悪いとこなきゃ笑顔できるよね、誰だって。俺そう思うけどね。あ、そうだ、アイス3個も食べちゃった俺。見て、美味しそうでしょ。飲むヨーグルト買ってきたんだ、美味しそうな。またなんか安田ヨーグルト、これ初めて見たけど。人の金だよ、みんな。ずうずうしいな。あんたずうずうしいな。初めて買ってきました。安田ヨーグルト。ちょっとほら、やってるのによ。飲んでみましょうか。ずうずうしいな、本当に。人にやらしといて、てめえは食ったり。いつもこの調子だよ。できちゃ困る。うわ、すごい、めっちゃねっとりしてるこれ。私がなんかね、腹が冷える。見てこれ、めっちゃねっとり。わかるかな、これ。ねっとり、すごいねっとりしてる。飲むヨーグルト。私いいかんね。
飲みたい時飲むから、今飲んだら困るから便所行きたくなる。なんやこれ、でっかい音しねえでくれよ、頭痛いから。正月なんだこれ、音がでかいんだよ。ヨーグルトじゃん。いや、あのね、飲むヨーグルトってあるじゃん、普通の一般的な飲むヨーグルトよりもヨーグルトだ。なんかほとんどね、ほんと本物のヨーグルトをちょっと柔らかくしたぐらいの。私やってるのにめっちゃ邪魔しないでよ。なんだこれ、音がでかいんだよ。めちゃくちゃドロッとしてる。ちょっと今少しさ、静かに言ってくれよ。あのさ、普通のヨーグルトはね、飲むヨーグルトじゃない、普通のヨーグルトをスプーンでめっちゃかき混ぜて、そうするとドロドロするじゃん。それぐらいドロドロ。あ、すごい。もうこれ火入れといていいよ、人参が。いや、でなんかね、甘みがね、ほのかに後から来る。クソジジイ。あ、美味しいこれ。なんかデザートって感じだね。喉乾いてるとき飲めないね、ドロドロしすぎてるから。なんやこれ、飲むヨーグルト界の天下一品やこれ。飲むヨーグルト界の天一やこれ。超ドロドロ。もう火入れといていいって言って。いいよいいよ、自分でやるからいい。うん、火入れますね。だって人参は柔らかくなるんだよ。ちょっと強いよ。あ、そのぐらいだよ。いや、飲んでみよう。いらないいらないいらない、いらないって言うんだよ。いいんだよ。飲んでみ。いやいや、料理やってる時そういうの飲むと便所行きたい。おいしい。私飲みたい時飲むからいいよ。もういちいち言わないでよ。もうやっと動いてるのに。なんかこれの中に腹立つんだよ自分は。ヨーグルトソースみたいになるじゃん。なんか楽ばっかりしてた。あれだら美味しそう。なんかなんだろう、ひどいよ。ヨーグルトにかけるようなやつあるじゃん、なんかマンゴーソースみたいなやつとか。あれをこの上にかけて飲んだら美味しそう。人をバカにしてるよ。なんかヨーグルトに付け加えるなんかさ、ブルーベリーソースとかさ、なんかマンゴーソースみたいなやつあるじゃん。なんかなんていうんだろう、ソフトクリームとかにもつけそうな、なんていうんだろうあれ。ああいうのつけたら美味しそう。上にちょっとかけて飲んだら美味しそう。まあ蜂蜜とかでもうまいかも。あ、タカさんです。獅子舞みたいな。うまい。うん、うん、美味しいですね。どうしような、これさ、どうすんだろう。フルーツとかいても美味しいかも。なんかもう普通にソースじゃなくて、まあ、ソースもだけど、なんか普通になんか固体のやつ、普通にマンゴーとか中に入れて、普通の果肉よ。あ、ほうれん草結構。それでも全然美味しそう。泥があるね。結構硬いんで。泥がいっぱいだよ。みんな詰まってんだ、ここ。ブクブクブクって。なあ、みんな詰まっちゃうんだよ。いちごとかもね、美味しいです。あんたが掃除しないから。全然。私が全部やってたんだけど、もういちごになんか練乳みたいにつけてく。まあそれにしたとあれか、普通にいちごの中入れてちょっとスープみたいな感じで、スープじゃないけど何でもしね、みたいな、つからせて食うみたいな。美味しそう。慎吾、暖房止めてきてよ、向こう。おいっす。浜の方暖房減ってね。おいっす。こう日が当たってるから、うん、今日はこう節約した方がいいと思うよ。うん。早く行ってきてよ。おいっす。私が全部払うんじゃ困るからよ。おいっす。おいで人の金ばっかり使って生きてよ。どうかしてる。寒いっすよ。もうちょっと温めたからね。温まってないじゃん、そんなに簡単に。暑い。だって暑くなくないですか。これ寒かねえもん。頭きてるから。あ、そう。いつも頭きてる。ここにいないと寒いっすもん。なんか私寒くねえで。
あ、ヨさん、閲覧650ぐらいあるよ。はい、これ、しまってよ。閲覧650ぐらい。あ、そう。だから、そういう時は皆さん、ナイス、よろしくお願いいたします。ね、ありがとうございます。ちょくちょくナイスって言わないと、みんな押してくれない人もいるから、言わないと。ありがとうございますね。めんつゆだよ、じじい。じじい、そこで見てねで、めんつゆ。まだいいけどね。なんもわかんねえな、バカで。もうさーっとしてて。モサハチって言うんだよ、こういうの。モサハチ。はい。はい、モサハチ。はい、モサハチ。これ足りるかな、めんつゆ。足りるよな。何倍だよ、これ。あとでやれいいんだよ。さあ、これであとはなんだ、ナルトか。あと、ほうれん草は一番あと入れるんだよ。柔らかくなっちゃうから。ナルトはどうすんの、全部入れちゃおう。え、ナルト。全部入れる、まあ、どうなんだろう、わかんない。まあ、こんなの取っといてもしょうがねえけどさ。全部入れちゃいます多くないっすか。うん、まあ、いいんじゃない、入れたれば。入れちゃうか。ナルト多めでもいいんじゃないですか。入れちゃうか。うん、もったいねえからよ、悪くしてゃ。あのカメラ意識してください。あのここに置いたら見えないから、これこれ飾りだからさ。これはど輪切りがいいんだけど、どうする、斜めでもいいんだけど、どっちでも、まあ、普通は斜めとかもね。嘘。いや、まあどっちもいいけどね。これ飾りだからね、食うもんじゃねえから。いやいや、食うもんでしょ、食うもんでしょ。普通になるとは飾りって、まあなんか言いたいことはわかるけど、普通に食うもんでしょ。そうかさ、もう入れちゃうべ、これは。いい、あ、手切るぞ。ああ、恐ろしい。手切ったら困るな。半分にしちゃうか。あ、手切んで、切るよりいいからよ。しんご、これさ、めんつゆこれじゃ邪魔なんだけどな。いや、あなたが出してって言ったら。だって入れるんが、こっちの方へ置くんだらいいけど。いや、そうすると見えなくなるから、それ、画面が。配信上。じゃあ、持っててよ、そうね。あんた暇人なの。じゃあ、まだ入れとけばいいんじゃない？いいんじゃない、暇人だ。あんた暇人だからいいんじゃない。いつも暇人だから。羨ましいよ。こっちは便所を誰もやってくんねえから。かけてね、2、3分置いて流せばってやつ。いくらか綺麗になった。いっぺんにはね、落とせないから、また後でやろうと思って。ね、恐ろしいよ。何もしてくんないからね。私がやってたことが全部ストップだよ、このうちは。じじいは飲み行ってるよ、もう。はいはいはい。あのじじいだよ、ヘドじじいだよ。ヘドじじいもいるや、クソじじいもいるわ。まだそっちにダメで、あと三つ葉なんだよ。もう火入れちゃってるんや。火入れてるよ、だって人参が煮えなきゃ困るもん。カビではないでしょ、これ。カビではないでしょ。ナルトはまだ入れないって。あ、入れちゃったけど。いや、頭おかしくなっちゃったよ。
確かにナルトってあんま煮込んでもなと思う。あ困ったな。あと何入れるんだ、これ焦っちゃったよね。ゴミも転がり落っこってくるですよ。もう佐野のドブニと似てるって。だから俺うなちゃんばんの配信って全然見たことないけどさ、あれでしょ、知ってるよ、なんかあれでしょ、なんかうなちゃんばんがなんだっけ、大衆酒場うなだっけみたいな、なんか居酒屋やりだしてさ、なんか料理がなんかすげえなんか雑なやつなんですよ。それは知ってる。うん、配信全然見たことないけどね。あのニコ生時代になんかハトロダっていうサイトがあってね、そのニコ生の配信者のなんかキャプチャーとかなんか悪口みたいなのをなんかいろいろこう書かれるサイト、まあ今でいうなんか雑談たぬきみたいな、雑談たぬきのなんか画像がもっとなんかアップされるよバージョンみたいなところがあって、そこでなんかうなちゃんまの配信なんか全く見たことないけど、いつもなんかそのうなちゃんまのなんかハトロダ見てたからさ、そうなんか大衆酒場うなのなんかを一個一個のなんか一品一品をなんかこう揚げられて、なんだこれ食い物かよみたいな感じで揚げられてたの見たことある。うん、まあもうなくなっちゃいましたけどね。懐かしいね。今ふわっちとか見てる人、ハトロダとか知らない人もいいんじゃない。うん、もう今雑談たぬきとかでしょ。もう昔はにちゃんとハトロダだったからね。本当は三つ葉はね、後入れたらいいんだよ。香りがね、煮える気になる方がね。だけどなんかすごい浮いてきたんだけど。何が浮いてきた？なんかあれが、ナルトが。人参が煮えればいいんだよ。うん、いやまあ飾りっていうか、まあでも美味しい、普通に俺ナルト好きだけどね。ラーメンのさ、醤油ラーメンとかにナルトとかさ1個だけ入ってる、その1個のナルトってすごい美味しくないですか。もっと何個も欲しいなと思わない、あれ。まあ多分いっぱい入ってたら入ってたでくどくなるんかもしれないけど、1個だけ入ってるもんってなんかすごいなんか貴重に思うよね、なんかね。醤油あ、なんかナルト1個しかないみたいな、ああどうしようみたいな、あなんか好きなもの後で食うタイプの人って、あれ絶対残しとくじゃんね。俺もそうなんだけど、麺つゆ出してよ。でも多分10個ぐらい入ってたら入ってたってうざいんだろうなっていう。でも1個だけだとなんかすっごい美味しく、なんか後で取っとこうみたいな貴重感が生まれるよね。うん、あれ出すくんね。何を？麺つゆ。おほとだ、めんつゆ。味見なくちゃだから。ああ、もう結構煮立ってるよ。あ、そう。だから人参が煮えりゃいいんだよ。ちょっと待って、カメラ定点にするか。ちょっと待ってよ、ちょっと、めったはいけないで。あ、煮立ってるよ。おめ、煮立ってるよ。あんまり入れすぎてもよ。ちょっとつゆ吸ってみるわ。ちょっとつゆ吸わなきゃわかんねえべよ、味が。人参が煮えてるかね。ちょっと待ってよ。うまいな。うまいっすか。ちょっと薄いな、まだ。人参が煮えてりゃいいんだよ。味が味わかんねえからよ。今少しかな。
はい、うん、おその辺、あの、じゃあね、あそこ置いてくれ、あの、冷蔵庫、じゃね、洗濯機の上、ニュービーズ、同じ値だった？じゃあ、ほうれん草入れないの？入れるよ、あとだよ、逃げちゃうから。ホンダシとか入れない方がいいのかね。ちょっと吸ってみて、信号。どうなんだろう、ホンダシとか入れた方がいいのかな。わかんない、吸ってみて。吸ってみて、わかんない。で、こんなんただのめんつゆでしょ。そうだよ。だしもあんま大して出てないだろうし、ただのめんつゆをあのお湯に入れただけやん、これ。どうだよ。まずいわけはないと思うけど。どう？味の濃さ。まあいいんじゃないですか。このぐらいでいい？うん。いい？まあそれはうまいよね、だってめんつゆだもん。入れていい？もう。じゃあほうれん草入れるね。ちょっとどういう？こっち、あれ、雑煮ができるけど。あ、いらないね。うるせえな、じじい。ほうれん草ってさ、茹でると少なくなっちゃうんだよね、割と。なんか下茹でっていうのをしないとダメらしいよ、みんなのコメントに。ああ、アクがあるってことなんだよ。そんなことはどうでもいいんだよ。知ってるんだから。知ってるけどやってんだよ。アクが出るんだよ、ほうれん草っていうのは。じゃあなんでやんないの。やんないよ、こんな厄介なこと。私がそんな厄介なことやると思ってんの。まあやんないだろうね、うん、間違ってもやらねえ、あんた。これ後から足してもいいんだよ。どうする、全部入れちゃおう。味は大丈夫？違うよ、大丈夫なんじゃないの。梅雨だよ、あんた吸ったんだよ。もっと入れた方がいい。まあ、適当でいいじゃないですか。もっと入れた方が良かったかな。ああ。まあ適当ですよ。よし、これで。あとは、あとはなんだっけ、三つ葉か。三つ葉な。餅は餅。餅はこっちで焼くんだよね。焼いてちょっと油があるぐらいの、あの、なんていうの、鶏肉入れるとこもあるから、鶏肉入れねえから油があった方がいいなんで。はい。油があった方が。鶏肉入れないから。あ、鶏肉とか入ってるんだっけ、お雑煮って。だから入れる。入ってるやつは入ってるか。入れるとこは入れるんだよ。入れねえとこは入れねえ。はい、じゃあこれで。ああ、鶏肉買ってくればよかったね。じゃあね、鶏肉は好き好きだから、俺切り絵だからいいんだよ。だから言わなかったんだよ、わかる。これはね、三つ葉ってそこに入れるもんなの。生はね、茹でてもどっちに。いや、三つ葉ってそこ入れるもんなの。普通なんか食う時にちょっと添えるんじゃないの、上から。それだっていいんだよ、どっちだっていいんだよ。いやだからその、じゃあ取っとくよ、うるせえな。シャリシャリじゃなくなって美味しくないじゃん、その 煮立ったら。だからこれ取っとくよ、うるせえな、本当に。それ絶対後で飾りっていうかさ、香りつけっていうか。そりゃ柚子だんべよ。違う、三つ葉もそうでしょ。三つ葉もそれ煮立っちゃったらなんかぐじゅぐじゅになって美味しくないって。だから取ってあるから大丈夫だよ、うるせえな。取ってあるじゃん、もう入れてんじゃん、だって。まったくうるせえやつだな。なんだかんだ言いやがってよ、この野郎。なんだかんだと聞かれても、ほら、しまっとけよ、ほら。答えてあげるが世の情け、世界の平和を守るため、なんだっけ。これはじゃあここにやっとくと三つ葉が出てくるの。で、作るか。はい、これ三つ葉出てくるの、ここにやって。みんなに見せれば、これここにやって皿入れとくと三つ葉出ますよね。ね、そうだよね。そうなの。で、出てくるよ。そ
なの？そうだよ。俺それ貸して付近。さあこれでじゃあもう今度はモインデアに至ったから。よし、これオッケー。よし、はい。今度は持ち役かな。なんで三つ葉入れちゃうかな。だからこっちにあるよ生が。うるせえな何回も。はい、ナイスありがとうございます。よせな、ナイス言っとかないと827やつになるよ。そう、うん、言わないとだってごめん。皆さんよろしかったらナイスよろしくお願いいたしますね。料理のできない私がやっております。ありがとうございますね。正月ありがとう。俺これ拾えよめ、後でいいか。汚くて嫌だな。汚くてよあんた。今度は餅焼くんだよ。ほらほら、ナイスしてありがとうございます。これどこよく俺今度は餅焼かなくちゃなんだよな。弱ったいな。どこで焼くんだよこれを。信号移動できる？移動できますよ。これ危ねえで。これこっち取っ手がもげるから。おいっす。こっちいい、こっち移動してくれ、ここへ。おいし、くたいんだよ、くたい。じゃあどこに置くのじゃ。あ、じゃあいいよ。よいしょ、ふた取ってよ。よいしょ。じゃあこうふたの、あっちを置いとく。あ、いいよ、どこでも空いてるとこ置いてくんないよ。もう何でもいいからよ。ありがとう。今度は餅焼きますね。鶏肉ないから油でちょっと焼きます。こう洗っても落ちないんだよ、うん、ね。早く餅取れよ。もうさっとしてねえでよ、バカ野郎が。餅を取ってちょうだいね。てか餅を大盤振る舞いみたいになんか巻くやつ。いくつ焼くの？よいしょ。いくつ焼くのって。うん、わかんない。2つぐらい入れる？5個ぐらい焼いちゃう？5個じゃん。あんたいくつくん？分かんない、3個ぐらい。じゃあ5個だんべや。おじはいらねえつく。じゃあ5個ぐらいいきます。あとはどんぶりか。どんぶりでくるか。なんでくるんだ、おわんか。なんでくるの？え、どんぶりでくるの、おわんでくるの？それいじるなよ。あ、そっか、邪魔じゃないですか、この通ってんところ。どんぶりで食べるの？まあそうじゃない。じゃあどんぶり出せな、あなたの、うん、私はいいから、ここのちっちゃいんで食うから。これね、本当は餅はね焼くんだけどさ、レンジで焼くんがあるんだよね、あの生協で買ったんでね。だけどさ、それ使うの大変だからね、この足で。だから省きます。餅焼くのあるんで、売ってんの、あのレンジで。だけどさ、油で焼いて餅はよさ、餅よさ、餅は贅沢品だよ、シェイさん。そうかい。裸足の弦とかの世界だと多分贅沢品だよ、こんなの。おい、換気扇だよ、おめえ。餅、わーわー、5個も入れちゃうなんて贅沢やわ。ほんま、正月から贅沢やわ。皆さん、ナイス、よろしくね。あ、特命の方、シシみたいな。ありがとう、シシマイ、ありがとう。まあ、贅沢やわ。シゴの3つ、はい、どんぶり出せよ、後で。餅が焼けりゃもうすぐあれだからよ、うん、どんぶり、あなたが食うどんぶりだよ。これね、靴しまった。俺の部屋で洗ってないわ。どうしようもねえな、どうしようもねえな。私のはいいかんね。
どんぶり洗います、どんぶり洗います。自分で洗わないからそうなんだよ。下げてこない。何でもあんたは下げてこない。ダメなんだよ。下げてこなくちゃダメだよね。ね。ありがとうございます。ありがとうございますね。何使うんだっけ、ふっくるげするにこれ。いつも持ち屋なんでや、ふっくるげしてるんだ。わかんなくなっちゃったよ。ありがとうございますね。これね、こうフライパンがね、ダメなんよ。もうくっついちゃう。テフロン加工っていうのがね、ダメだから。結構ね、焼いていかないとくっついちゃってる。みんな。困ったね、これじゃね。困るね、こういうんじゃ。よろしかったら、ナイス、よろしく、あ、くっちゃー、くっちゃーねーって、あ、優勝ちゃん、いつもありがとう、ありがとう、ありがとうございます。あのね、これね、フライパンがね、テフロン加工がダメになっちゃってるのよ、もう。ね、だからちゃん、よく焼かないとね、ふっくるがいない。そう、ありがとう、ふわっちくん、しんごさん、優しいね。あすみさん、ゆうせいさん、こんにちは。ありがとうございます。すみさん、ありがとうね。ね、どうしようもないね。ああ、ありがとうございます。ゆうしゅうちゃん、今年もよろしくお願いします。ってありがとう。ハッピーニューイヤーって、ありがとうございます。お前がお前がお前がアラブの世界をビルドビルゲイツソートバンクソンマセンス、ありがとうございます。花火花火ありがとうございます。優勝ちゃんありがとうございます。ありがとうございますね。もうふっくるがいるかな。あ、ふっくるがいるよ。ほらね、あのね、テフロン加工でしょね、よく焼きとかないとくっついちゃってね、ダメなのよ。ほんでね、鶏肉をね、普通は入れるんだって言うけど、鶏肉をね、私嫌いなんだから、だからね、あー、くっついちゃってる。ダメだな、これ。よく焼かないとダメなんだ、これ。ちょっと焦げが信号くっついてるけど、いいよね。焦げてるけど、いいよね。ねえ。ええな。私はいいよ、こんなでかいの。私2つだからこんなでかいのいらねえって。あー、くっついちゃってるな、弱ったな。テフロン、あんたのね、フライパンテフロン加工がダメになってる。もうくっついちゃうんだよ、ある程度焼かないと。難しいんだよ、これだけはね。よく焼けばふっくるがえる。鶏肉がね、入んない代わり油でやってます。これ腐ってるやつがあるんですよ。腐ったのがこびりついてるんですよ、このなんていうの。うどんのおそらくきついかと思って。しんご、そういうことやるとか、そこが。じゃあちょっとお湯につけといた方がいいかな。そうだよ。お湯つけといた方がいいよ。そうじゃない、詰まっちゃうよ、そこが。お湯つけときます。ダメだよ、詰まったら掃除大変だね、あんた。いいんだよ、つけときゃ。ほんで洗ってカスはそのゴミ箱入れるから。そうじゃないとね、ダメだよ。頭使わないと。こういうね、テフロン加工はね、あれだから、剥がれるとみんなくっついちゃうから。ある程度焼かないと、ほら、ね。ね。もう、あの、焦げたぐ、ほら、ね、くっつかないでしょ。焼き方なんだよね。うんと焼かないうちにふっくるげしたらね、もうダメですよ。ああ、ダメだな。腐ってこびりついてるやつはお湯につけとく。そうだよ。あのもうあんたダメなんだよ、性格。うどん食ってさ、それうどんのつゆがなんかずっとそのままで、
だから性格がダメ。そこがなんかね、腐ってて取れないんですよ。あなた性格がダメなんだよ。あ、皆さん延長しないと。何よ、そんなこと言ったってよ。押せねえんだよな。手も効かなくなっちゃったよ。手が効かねえな、どうしたんだ。あ、効いた。あ、匿名の方だそう、獅子みたいな、これいくらですか。ありがとうございます。わかんねえな、私に言われて。おみくじのやつか、これ違うかな。柔らかくなったかな。これね、あのうんとこうやんないとこういうのがくっついちゃうんだよ。みんなこれ洗っても落ちないからしょうがねえんだよ。テフロン加工が効いてねえんだから。あんたが、そうだよ、大変だよ、あんたまだ柔らかくなってねえから。大変だったから焼くったって。ちょっと油足さねえと無理か。あんまり入れすぎても困るしな。あ、ちょっと、ああダメだこれ。ああ難しいな、足が悪いからな。足が悪くなきゃどうすことはねえんだけどな。しょうがねえやな、こういう人生なんだから。丈夫な人はいいな。自分も丈夫だったけどな、前はどうしようねえや。ああさあこれだ、焼けたかな。ああ焼けてるね、これね。ほら、匿名の方、柔らかくなった。え、柔らく、やりました。うん、柔らかくなった。大丈夫。こっちはね、温めるかい。こっちは、え、こっちは温めんの。何の。お雑煮の方だよ。温めんじゃないですか。ほら、慎吾食えよ、ほら。わこんなでかい丼いらねえで、洗うがよいじゃねえから。はい、慎吾。ああ、おめえ、洗って拭かねえべ。水があるで、あんた。よくおっぷってよ、あんた。いいかげん。慎吾、ほら、水がすごいよ、ほら。ここ、ほら。水おっぷれよ、おめえ。拭きゃいねえんだからよ。これじゃあどうしようもねえよ。水がいっぱいだよ。大吉きました、10倍。気違いだよね。こっちも水だよ。あんた拭かねえんだ。ダメな子だね、あんたはね。すごいね。あんたダメな子だね。拭いてないんだ。すごいね。拭かないんだ、あんたは。水があるどうしようねえな。あー、ダメだ。すごいね、拭かないんだよ、器を。すごいね、すごい子だね。2つ食えばいいんじゃねえの。3つ食うの、まあ、アレコさんどうなったの。 ありがとうございます。ありがとう。はい、慎吾、これできたよ。はい、早く、これ、こっちは あんたがやったんじゃない。もうちょっといっぱい。これ、私のなんだよ。私二つ食うんだから。こっち入れちゃうよ。これ、梅雨大丈夫な。また焼き出してる。だって、あ、こっちよ、慎吾。お前できねえか、よそること。これえよそること、こんな回あんたの
できる？できます。こぼさないでね、つゆを。こぼさないでやってよ。火入れてあるから。こぼさないでやってね。こぼさないでやってよ。うるさい、そういう声出さないで。人参もう柔らかくなりました？なったんじゃないの？わかんないけど。あら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 、ほら。なになになに。ちょっと鍋にくっついていいよ、もう。ずうずうしいな、まったく。ほんとずうずうしい。つゆ多めでいいんだよ、こんな具をめった入れなくて。お前もケチな子だな。何が？ほら、こぼしてるじゃねえかよ、もう。だから嫌なんだよ、こういうとこ引っ掛けるし。もういいよ、もう。あんたには頼まねえよ、もう。嫌だよ。ようめった増やされるんだもの。もうダメだよ、これじゃ。こういう鍋にこうやったら落ちねえんだよ。まったく恐ろしいな、何でも汚されて。もう、なんでこう入れっぱなしなの？あなたがうるさいから。頭おかしいじゃねえ。頭おかしいじゃねえ、あんた。あんた頭おかしいんじゃねえ。おかしいよ、あんた。全然頭使えないよ、あんたは。ね、お玉をね、入れっぱなしっていうのはよくないよ。みんなあっちこっちこぼして、ここもこぼれてよ、ほら。見て、シンゴ。すごいよ。ライトのところもこぼれてたんで、つゆが。もうダメだよ。こんなの要するぐらいでこんだけ汚す人はいないよ。ほんとだよ。誰だって少しは神経使って生きるんじゃないの？違うの？だから頭いくんで、あんたにやってもらうと。なんでも。そうでしょ？少しさ、獅子はやせ。もっと神経使って生きて、汚さないように。もうダメだから、はっきり言って。あんたに寄せて、私足悪くないから自分で寄せるよ。でも足が悪いから寄せれないから頼んでんだよ。ね、頼まない方が良かったよ。自分でやった方が余分なようだよ。もうダメだよ。もうあんたに頼むともうダメだから。何でもこんな汚してダメだよ。もうこんなね、こんなものを寄せるぐらいでね、こんだけ汚されたんじゃね、私、用がめった増えちゃうんで、もう疲れるんで、体が悪いから。だから怒るんだよ。うるさいな。もっときちんとできなきゃダメだよ、なんでも。だってそうでしょ。雑煮をするぐらいでこんだけ用増やすんだから。普通じゃないよ。雑煮をするぐらい。自分がなんかミスしたらそれと同じぐらい今度言うから。ああ、言ってもらって結構。いや、お前が配達は飲むね、マジで。それぐらい今度言い続ける。私ミス言わない、やんないから。すごいミス何回もしてるやん。どいてくんない、ちょっと。ゆすぐから、汚いけど。本当はこういうんでゆすいじゃまじいんだ。こういうとこだってびしょびしょじゃねえ、洗って。なんなんこれ。髪の毛くっついてんだよ、ほら。あんた、これ取ってよ。あんた取ってよ。これ髪の毛取ってよ。お前がやって洗ったからだ、ね。うるさいな。もうやだよ、こういうとこに髪の毛くっつけちゃう。やだよ、あんた汚いからさ。おこれもう、いや、髪の毛どうすんの、これ。捨てればいいじゃん。どこ打ちゃるんよ。ここにゴミはこれ。どこまでいげねえんだよ、打ち合ってくれよ、ほら。やだ。持ち合い焼けちゃうよ。もうダメだ、もうこのことやったらダメ。もう、頭いくろ。もう頭いくろ。ほんと頭いくろ。強くやったらダメなんだよ。焼けないよ、こんなに。ちょっとほら、こっちは出しっぱなしだし。もういいよ、いいよ、もういいよ、もう新ことやるわ、いや、もう。ようめった増やされんだもん。あんたが要するにさ、こうにしなきゃ髪の毛は。あんたがみんなよう増やすんじゃん、私に。違う？こんな強くしたら焦げるよ。あんた火加減全然わかってねえんだよ。あんた何もわかんねえんだよ、人生。はっきり言って。ね、だって茶碗洗ってこんだけだよ。こんだけ水跳ねてんだよ、ここいっぱい。
ね、ここまでね、流しに水、あの、跳ね返ってやったらいねえよ。茶わらぐらいで。あんたもダメだよ、何やっても。クズだから。あんたダメ。どうせやろう。だってさ、よそるだけでこんな時間かかるわけだよ。こぼさなきゃこういう時間は ないわけだよ。そうでしょ。ほんでここ流し洗ってくれたんはいいけど、周りが水浸し、ほんで髪の毛くっついてる。最低だよ、人間として。バカじゃねえ。あとあれじゃないの、ゆず切るんじゃないの。頭ねえね、何も、何の頭もねえね。こんだけ私におんぶやして、何の頭もないね、あなたはね。ゆずですか。ゆず入れるんじゃないの。違うの。だって今から切んの。そうだよ、切るんじゃねえよ。出しゃいいんだよ、香りに入れるだけだから。ゆず取るぐらいでなんだい。体勢的にね、ここ狭いから。これどかせよ、ほら包丁が取れねえべよ。たくクズだな、何やっても。あ、貸して、入れるから。何がおかしい。地味っすね。何がおかしい。笑うなよ、笑う必要ねえべよ。これ怒ったよ、ここへ。はい、これでいいんだよ、これで出来上がり。あた私ちょっと本当にちょっとね、香りだからいいんだよ。私のがまだ柔らかくなんねえよ。できたちょっと待ってね。ああ、おそら。足。ああ、おそら。ちょっと待ってね。私の今持ちが焼けねえから。待ってください。あっち。天罰だよ、でもいいよ、なんでも。ちょっとどいてくんねん、邪魔だから。ちっともやんねんだから、片付けとか。ずっともうさ、こっちニッピーさんです。もうさーっとしてて、食べようかな、もう冷めちゃうし。食べれば。私のもできたよ、もう。よし、これいただきます。よし、これでや。うん、もうちょい味濃くてもいいかも。何が。じゃあちょっと、じゃあめんつゆ出してよ。こっちも入れてよ、んじゃ。はい、これしまって、うん、まあ、うまいはうまいっす。またこれ私によそってくれっつってもよそれねえべな。よそれます。本当、うん、こぼさないで。さっきみたいにこぼさないで よそれる、うん、じゃあよそってよ。じゃあよそってよ、早く。よそってよ。危ねえで、これもっと中入れとかないと。よそります。
こぼさないでね。こぼさないでね。悪いけど。いいよ、こぼさないでよ。丼をちゃんとな中に入れるんだよ。なんああ。まあ、次はね、足せるから。ありがとうございます。皆さん、よろしかったらナイス。よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、何？第2波基礎。え、第2波って何？地震じゃない。え、大丈夫かいって。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ゆず、ゆず、あれ、ゆずとあれだいな、三つ葉だいな。三つ葉入れます。三つ葉ね。ありがとう。三つ葉入れて。あとゆずだよね。ゆず。今日は包丁片付けてないから怖いね。いつもこういうものはね早く片付けるんだけど、ね、今日はまだ片付けてないね。そう。ゆず美味しいよね、香りがね。ゆずってすごい美味しい香りで組んだからね。ね、ゆずの香りはいいね。これ片付けが大変だな。あ、包丁も洗えないしな。悪いね。換気扇切ってくんねえかい。あ、やっとできた。あっち。あっち。ああ、暑い。ああ。いいよ。泣くとこなんか見せなくたっていいんだよ。なんでお前そんなことばっかりやってんだろうね。余分なことばっかり。こんなに垂れてるとこで食いたくねえけど。本当に、ムカつくわ。ああ、おどだ。どうなってんの、椅子が。これね、椅子でね、傷ついちゃうんだよね。あの、あれがあるの、下に。あの、床下収納庫。ちゃんとなってないとね、傷つけちゃうんだよね、うちをね。うちが大事だから、私ね。うちを大事に。何あんた、まだくん。すごいね。めった食わないでよ。悪いけど。これ、ここも、おめえ、こら、やかんもずらしてあるじゃん、こら。あんたが引っ掛けたんじゃね？もう。やだよ。めった使われちゃう。うちがめちゃくちゃになっちゃう。もう、疲れる。あんた、やかんまで引っ掛けてあるじゃね。つゆが。ダメだよ。私、絶対汚さないから、料理やっても。そんなバカじゃないから。もう、すごいよ、油もあそこ。あんた拭いてね、あそこで。あんたが油やったやつ。皆さん、美味しそうですよ。ほら、見て。ね。食べてみるか、うん、うまいね、うん、おいしい、うん、来ました、おいしい、自分で作ったもうまいよね、決まってるよね、あーうまいな、うま、最高だ、これおいしい、これ最高だで、こんな最高はないよ。これでね、鶏肉が入んないから、餅を油で焼いてあるから、とっても美味しいですね。餅がね。さあ、376ナイスからスタート。閲覧900ぐらいで。ありがとうございます。皆さん、よろしかったらナイス、ナイス。ありがとうございます。ありがとうございますね。
ありがとうございます。ね、ありがとう。うん、ナイスが増える。あれ、グーって言ったで。大丈夫大丈夫。自信じゃない。違う。ナイスが増えるどー、ミスタードーナッツ。シシありがとうございます。ナイスが増えるどー、ミスタードーナッツ。ナイスが増えるぞミスタードーナイスでケーキをあげてけミスタードーナッツナイスが増えるぞナイスが増えるぞミスタードーナッツナイスが増えるぞミスタードーナッツ増えてるんかいちょっと増えてるちょっと、うん、ちょっとだけよナイスが増えるだーミスタードーナツ400突破ナイスが増えるだーミスタードーナツナイスが増えるだーミスタードーナツあ、獅子舞ごくありがとう、徳部さんありがとう中期茶だっすナイスが増えるだー優秀さん2024年春にありがとうお前が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 アラブの席をユーズでプリンズソフトバンクソマザシャルさーありがとうございますゆうしゅうちゃん、ありがとうございます。ありがとうございますね。いつもありがとう。ありがとうございます。412。ありがとう。ナイスが増えるぞ、ミスタードーナツ。ナイスが増えるぞ、ミスタードーナツ。ナイスが増えるぞ、ミスタードーナツ。ナイスが増えてるかな、うん、ミスタードーナツ。あ、おそばたくさんにありがとう。ふわっちくん、ふわっちくん、ありがとう。ナイスが増えるどー、ミスタードーナツ。ナイスが増えるどー、ミスタードーナツ。あ、ありがとう。ありがとう、ハート。ありがとう。あゆみつのプラセンター様、ありがとう。風船、ありがとう。いいね。ありがとうございます。ナイスが増えるどー、ミスタードーナツ。ナイスが増えるどーミスタードーナツあれ大丈夫かいあお420ナイスさあナイス協力してくれてありがとうございます冷えるかも食べればいいやありがとうございます協力してくれたミスタードーナツそれではもう食べなえ食べなあ猫さんですは中あ基地か基地あれですありがとう猫ちゃん食べましょう猫ちゃんありがとう基地本当にね、美味しいよ、うん、これゆずもっとあったら欲しいんじゃないあゆずそう切ってあげようかいいよいいよ、私いいで、ね、わ、今度は作る時でいいよそうすると、腐っちゃうからでこれ、洗うこれ、危ないから洗ってしまうよいいよ、いいよ置いときゃいいよ危ないよ、いいよ置いといて危ないんだってだって、いいよ、私がやるからうまいよね、これね両手で食うぐらいうまいで、うん、じゃコーラ買ってこようかな。なんか飲みたいもあるよ、生産さん。これないよ。ない、うん、コーラ買ってくるね。いいよ、買いがなくったって。いや、すぐそこだから。あ、蜂蜜レモンあったから飲みたいんじゃないか。それ美味しいって言ってたじゃん。いい。ちょ買って私。何もいらない悪いけどやっぱりこんな贅沢しないから薬飲むんだからこれからねありがとう、うん、優しいねって、うんそううん、ありがとう長瀞の山ピーと関信号ってありがとう、うん、よろしく同じ服一週間着てるそうだよ、私はだって着替えできないもん自分でそう、無理なんだよね、うん、うん、あ私汚れないから大丈夫同じ贅沢もしてないしさ最高だよすごいうまい、お雑煮、うん、ね、うん、うんうん、うまい、ね、最高だよ、ね、うん、これで、うん、料亭の味ですかねってそう、うまいよ、うん、ね、
慎吾に油を吹かせます。タイルに油がいっぱい跳ねてます。私がいない時に何かしたんでしょうね、うん、ね、ありがとう、ありがとう、すみれちゃん、うん、ありがとう、すみれちゃん、ありがとう。お前がお前がお前がアラブの石油をウィンドゥズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソンマス、2024年花火、花火、ありがとう、ありがとうございます。すみれちゃん、ありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとう、ありがとうございます。割とね、自分で作ったにしては美味しいね、うん、美味しいよ、うん、すごい、うん、うん、お雑煮ってこんなうまいもんかい、ね、ね、すごいね、ありがとう、美味しいです、うん、ね、ほうれん草とさ、人参も入れた、うん、うん、あ、ありがとう。長殿のお雑煮職人、ありがとう、よろしくね、74歳入って、いらない、いらない、いらない、うん、私、いらないって言ったら何で買ってくるの私、薬飲まなくちゃだから、あんたみたいに金あんまり贅沢しないから、私はあんたみたいに金をパラ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 使ってたんじゃうちは回していけないから、悪いけど、そんなバカじゃねえ。なんでこれまた使うの？コーラなんか飲めばいいじゃない、口で。私に起こすんじゃないよね、飲まないかんねん、私、私いらないからもう、悪いけど。あったかい蜂蜜レモンだよ。私は汚されるんかや、ここね、ここにいっぱいね、ここきれいにしないと嫌なたち、うん、うん、ありがとう、蜜レモン。お腹すいたな。まだ腹減ってんだって、すげえね。もうある弁当食えば、いろいろある弁当が。こんなに散らかってるとイライラしてくるね。これ見て、これ目の前、何にも片付けるけどないんだよ。ね、めっちゃ散らかすんだよ。やるんだよ。ありがとう。あ、あれです、あ、お雑煮おかわりしてないのかなってね、ありがとう、獅子舞ありがとう、七日のふわっちくん、うん、ありがとう、すみれさん、よせさん好きだって、ありがとう、のりあげなこちゃん、ありがとう、ありがとうね、にゃんこちゃん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 のすねー、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、あ、延長しないとね、あ、こんだけ散らかったとか、あ、ポテさん、ありがとうございます、ありがとう、おみくじ吉、私見えないんだよ、コメントが全然、あ、匿名の方、おみくじ吉、あたす見えないんだ、うん、うまい、気持ち悪い爪だって、うん、うん、おいしいね、これは。あ、うまいな。
違う方に飲んでった。あーうまい。あーうまかった。これで薬飲めるね。初めまして、どうも、ありがとうございます。ありがとう。こういうしまっといた方がいいんじゃない。もう無理でしょ。もうええ、これもうしまった方がいいんじゃない。はいね。でだね、ナイスあれだね、500ナイスぐらいいけばね、歌でも歌いたいね。歌でも歌。ああこれしまってください。とりあえず置いといて。そこああ、ああ、遅い。ちょっとこっち寄せてくんない、見えないんだよ私。悪いだ、食べなかったしね、みんなの。ありがとうございます。ありがとう、完食したねって、ありがとう、うん、美味しかったよ、うん、ね、アイス4本目ってね。ドリンちゃん、金木星さん、デブ息子ってね、うん、ジェイさん、これ私なんだけど、信号見て歌い笑うってファンが来た時だって。うん、シンゴ電源が入ってんだけど、これ片付けよ、大変だねって。そう、マサさん、トシちゃん泣いてるの。でも泣いてねえよ。ももちゃん、食器を水につけないのって。つぼうさん、今歌ってるよ。そうな、うん、モテすぎて困ってます。近くで見ると美人ですね。いや、とんでもないですよ。結局亀梨結婚しなかったね。誰と？ああれですよ、田中みな実、あ、りゅうちゃん、よせさん、かわいい新年のやつ、ありがとう、フラー先生、うん、おいしそうって、ありがとう、アイテム付き合ってるって発表したけど、結婚発表ではなかった。ありがとう、ゆきりんが、フラー先生、ありがとうございます。ゆきりんが来た。おもちさん、私のサムネもよせいさんと、え、しんごだよ。そうなの、ほんと。ゆきりん、どうしたの。ゆきりんピーコさん、ありがとう、うん、ももちゃん、うん、よせいさん可愛いよ。どうしたの、ゆきりん。よせいさん、おいしいお雑煮食べてよかったね、うん、そう、美味しかったよ、うん、ね、うん、金木星さん、ゆじえさん、ゆきりんってね、ゆきりんなんて言わないでいいよね、うん、ね、うん、てめえでね、アイス食ってる暇があったら猫に餌くれるよって言いたいよね、うん、そうね、エピリア、ホワイちゃん、タナちゃんってね、うん、こちら、アイワー、坊さん、タマちゃん来たね、トシちゃん、ゆきりんだ、マサさん、おどんに美味しかったですねって、うまかったよ、うん、笑う、りゅうちゃん、しんごイケメン、イケメンじゃないよ、ハゲメンだよ、あんた、あー、ポテさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、え、明日、あ、いじかに帰省するんで遊びに来られません、楽しくんでくださいね。ポテちゃん、ありがとう。ポテちゃん、ありがとう。お前が、お前が、お前が、アラブの石油を見せるビデオとマック、そんなに、あるそう。2024年花火、ありがとうございます。ポテちゃん、ありがとうございます。ありがとうございますね。ポテちゃん、ありがとう。ありがとう。余ってる野菜で何か作りますか。うん、これね、余ってる野菜でね、またこれ梅雨足してね、また梅雨足せばお雑煮食えるから、梅雨足すよ、うん、お雑煮何杯でもできるから、お梅雨足してさ、めんつゆ入れればね、余ってるやつ、うん、何回でも食える、うん、そうだよね。前髪、吉江さん、香取慎吾の不安だって、そうなん、
ありがとう。じゃあさ、お前がってね。エディファイちゃん、あのタマちゃんって避妊手術してる。してるよ。うちはみんな飼うのは避妊手術してる。うん。そう。エディファイちゃん。うん。マサさん、めんつゆなら、うどん入れても美味しい味かも。そうですね。おうどん入れてもね。さすが、よしえさん。ありがとう。おもちさん、今年も仲良く、仲良し親子で。ありがとう。いいね。ありがとう。ありがとうね。ジェイさん、たまちゃんはゆきりんが本名ですか？違いますよ。違います。ね。うん。そう。七日のふわっちくん、もっとしゃっきりしゃべれ。ね。うん。ありがとう。ジェイさん、あ、これ、なんていうアイテムなんだかね。アイテムありがとう。アイテムありがとう。ハロー。ニューイヤーありがとう、ふわっちくん。ありがとうね。ありがとう。りゅうちゃん、なんでゆきりんとたまちゃんって。しんごが勝手に言ってるだけ。そう。ね、みんなね、片っぽのじじいはテレビ見てる。たまの餌空っぽ。誰も見ない。私が全部やってる、うん、何でも私あんまりトイレ汚いからこれ作る前ね、あのね、こすらなくても落ちるっていうコープで生協で買ったんだよ。それつけてさ 2、3分置くんだって。ほんとこすんなくて水流せば落ちるっ て、 やって綺麗になったよ中が、うん、ね、すごかったよ。汚くてでもいっぺんには落ちない。だからまた少し経ってまたやるよ、うん、ね、そう、誰もしてくれないよ、うん、ね、AKB 卒業らしい。ゆきりんも AKB 今年卒業らしいね。そうでしょうね、うん、じゃああれかね、あれ一人で独り立ちするのかな、ね、そうだよね、もうね、うん、結構年いってるでしょね。金木星さん、相原のアパートには相原のせがれが住んで、うん、住んでない、住んでない、うん、空き家になってる。そうね、うん、七日のふわっちくん、こちらランキングポイント1枚。え、慎吾さん優しい。優しいだけじゃダメよ、あのハゲ頭見てね、すごいね。細川たかしに似てない？細川たかしさ、カツラさ、うわーってなっちゃってさ、もっと前こう持ってくよってこないだ言ってたもんね、うん、細川たかしさんね、うん、別居してるんですね。そうです。としちゃん、明日また来ますって、ありがとう。笑う。もう行っちゃうんかね、ひどいね。あれもう行っちゃうんかね、逃げたんかね、ひどいね。まゆまゆちゃん、今年もめっちゃナイスするね。ありがとう。母親からいじられる。眠くなったのか。食べてたから。逃げた。ね。そうでしょ。いつもこうだよ。ね。おかしいよね。ね。おかしいでしょ。おもちさん、エピリファイルって喪失のお薬だ。そうなん。慎吾さんはイケメンだよ。イケメンじゃないよ、クロミちゃん。うん、ライちゃん、ヨシエさん、寂しがりやね。そんなことない。満腹で眠くなった。デブ、赤子ってね。うん、和蔵さん、おやすみ、慎吾。マサさん、ヨシエさん、細川たかしなんて言うからですよ。そうか、そうか。そうか、言わなきゃよかったか、うん、ケイケイちゃん、岩瀬さん、ナイスしたよ、ありがとう、いつも、うん、ね、うん、そうか、うん、猫ちゃん、笑うってね、うん、うん、で、たまちゃん、
ヨセさん、この間マグロはお腹大丈夫。ちょっとおかしかったよ。うん。ニッキーちゃん、飲んだコップ出したまま。いやいやって。そうだよ。相変わらず食べられ、おねんねですねって。うん、ね。こちら、何マリちゃん、ナイスしましたって。ありがとう。ありがとうね。ありがとう。ね、ありがとう。北は北の酒場通りにはってね。そうだよね。北の酒場通りには女を酔わせるなんとかがあるっつうんだよね。今夜のなんとかって言うんだよね。そうだよね。うん、そう。北のそこしか知らない。うん。Jさん、ハゲはまだ居眠りですか？そうです。りゅうちゃん、上手だ。ありがとう。え、ニッキーさん、うまい。え、うまい。エビアレアさん。シンゴはいなくなったから、うまい。ってね。上手だ。って。のど自慢大会に出て。って。ありがとう。出たことあるよ。うん、優秀賞取ったよ、うん。ありがとう。マリーちゃん。パチパチってありがとう。コウシが聞いてますねってありがとう。ジェイさん、長トロの歌姫ってありがとうね。上手だねってありがとう。猫ちゃんありがとう。まゆまゆちゃん、もっと歌ってってありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとう。ありがとうね。ポテちゃん、ヨセさん、歌がお上手だ。カラオケしてって、ありがとう。したいね。したいね。まだ早いからね。カラオケしたいね。そうだね。また、歌配信する予定ありますかって。ね。まだ早いからやりたいね。ね。ちょっとナイス。閲覧減っちゃうけどさ。ね。慎吾にかけてもらう？今日はカラオケやりますかってね。私もたまには歌いたいね。ね。そうだね。貴重のマイク使いたいですか？はい。はい。あれ、歌った方がいいからね。リスナーさん、ヨセさん、こんにちは。ナイスって寒いですね。っていつもありがとう、リスナーさん。寒いね。曇ったから寒いね。本当だね。ありがとうございます。いつもありがとう。ね。慎吾さん、慎吾さん、慎吾さん、歌かけてよ、まだ早いから。歌かけてよ。私、早く。慎吾、慎吾、歌かけてよ。こんだけ散らかしていっちゃうってひどいよ。ねえ、ひどいよね。まだ早いから歌歌っても大丈夫だよね。これ見て、これ信号が散らかしたもん全部ね。すごいでしょ。ね、こんだけ散らかすんだよ。私いつもここ綺麗だよね。これを片付けないんだよね。ひどいね。信号聞いてないって、あらあらひどいなーって、すみちゃん。ね。ひどいね。隣のおばあさん、誕生日会って。うん。大丈夫だよ、昼間だから。うん。片付けてもらいましょう。そうだよね。すごいね。で、猫の餌も空っぽだよ。誰もくれないよ。ね。うん。大仏さん、片付けさせましょう。ね。エビリーはフワイちゃん。北島サフロン。山をリクエストいいです。わかんないな、山って。ああ、慎吾さんマイクだよね。セイロガンさん、だから部屋も汚くなってるんだなって。そうだよ。坪井さん、さあ歌いましょうって、マイク持ってこいってね。そうだね、うん、ありがとう、ありがとう、うん、年忘れ日本の歌に中村光子さん出てましたね。出てたね、うん、ね、出てたね。そうだね、うん、ね、歌いいね、うん、ナイス、よろしくお願いしますってね。皆さん
ナイス、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとう、ナイス、よろしくね、ありがとうございます。ナイス、よろしくお願いしますね。困ったね、自分で食べればもういっちゃうんだからね。いつもの癖だよねこれね。自分、小山ルミ子さんガリガリだった、うん、あの痩せてますね。そうだね、そうね、ほんとね。信号、信号、マイクやってよ早く。信号、まだ時間早いからやってよ、遅くなってないから。よ、信号、マイクやってよ。機長の、機長さんのあれがないと歌えないよ声が。ああ、とりあえず岸壁のってね、よーって、ありがとう、ありがとう、ありがとうね。竹下恵子さん、前髪が派手でなんだかわかりませんでした。そうだ、うん、スタッフ、慎吾、前髪ってね、リッキーさん、今あ最初の歌ってとことんとことんもお願いしますってね。ありがとう、チャミちゃん、ありがとうございます。こちら風船10個、ありがとう。初米さん、よろしかったらナイス、よろしくお願いします。うみうちゃん、どこ行ったんだって、自分の部屋行っちゃったよ。信号呼んだら彼はすぐに布団に行ってね、お腹いっぱいだとすぐ寝るからね、あの子ね、ダメだね、ね、爆睡ですかねって、返事するからいると思うんだけどね。まこちゃん、信号さん、マイクお願いしましょうってね。慎吾の夢の中かなって。ジョニー・リー・グッドさん、歌ってください、ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。すぐに起きるとか、伸びたかよってね、ありがとう、ありがとうね、ありがとう。皆さんナイス、よろしくお願いします。増えてる、増えてる、ありがとう、ありがとうね。458ナイス、458ナイス、ありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとう。色っぽい歌もお願いしますって、ありがとう、ナイス、よろしくねって、イリスナーさん、ありがとうございます、ありがとうね、ありがとう。これどうしようもないね、こんだけ散らかってたんじゃね、うん、どうしようもないよね。とりあえずさ、私薬飲むね。薬飲まないと良くないもんね。まだ薬飲んでない。これじゃ手のつけようがないよ。これ見てよ、これね、こんな散らかしていっちゃうんだよ。ひどいと思わないね、自分で飲んだカップね、飲みもみんな中途半端ね、ひどいでしょ、これひどいでしょね、ね、どうしようもないね。500欲しいですね。そうです、リスナーさん、500欲しいです。500欲しいね、本当だね。早くレパス飲んで、ありがとう、ありがとう。手がね届かねえんだよ、いろんなもんがいっぱいあってね。これだから嫌なんだよ、あのことやるのは。いつもこうやってね、来ると散らかしていっちゃうんだよ。だから夜ね、こういうことされたらとてもじゃないけど寝る暇ないのよ私ね。薬飲む暇もないよ。これはひどいよ、ひどすぎるよね、人間としてひどすぎる。だから自分の部屋も汚いんだよ。どうでしょう、自分の部屋がね片付けられない人間はもうダメだよ。 ありがとう、寿司ちゃん
ナイスありがとうね。ナイスありがとうございます。ありがとうリスナーさん、ありがとう。薬飲むね。ありがとう。頭の上がねずーっとねくるよね。やっぱりねこの時間でしょうね。もう朝飲む薬を今飲むんだからね、頭も狂ってきます。本当に私ねトイレ今日やってたんです。だから遅くなっちゃった。誰もやってくれないからね。こすんなくても落ちるっていうのがあったからね、便利ですねあれはね。でも汚れがひどいからいっぺんには落とせない、そう少しずつやろうと思ってますね。ありがとうありがとう、ありがとうね。ねちょっとトイレ行きたくなっちゃった。行ってきていいかな。悪いね。ねありがとう。あーどうしようもないなこれな。こんだけ散らかってたんじゃね、どうにもなんないよ私も。ねこうじゃ落ち着かないよね人間ね。ありがとう。いつもお疲れ様ってありがとう猫ちゃん。いってらっしゃいってありがとうねリスナーさん。ありがとうありがとうね。ありがとうございます。なにこれ蜂蜜つぎっぱなしだよね。入れ物に蜂蜜が入れっぱなしだよ。困っちゃうね。なんつうバカこれ。どこまでバカかさ。ムカつくねこの子。最低だね人間として。何もできないね。何もできない子なんだねこの子は。すごいねすごいね。何でもここ置いとくと困っちゃうね本当に。こういうの落としたら困るよね。どうなってるのこの家は。もうダメだね。もう何やってもできないんだね。すごいね。すごいよ。ご飯買ってもめちゃくちゃだよ。もうどうにもなんないよ。すごい。こういう家ないんじゃない。何でもきちんとできない。何事もすごいなと思うよ。すごい子供だよ。すごいね。やだやだもうこんなの構わない。もうもうこんなことやってられないよ私は。トイレ行かなくちゃだもん。もう構わない私。なんでこう買ってきてさ、ここに何でも入れっぱなしなんかね。何でもこういうゴミとか片付けられないんだよね買ってきてもね。それであの邪魔だもんね、お勝手だってね。私のやることいっぱいだよね。猫の餌もくれてないし。もう困ったよ私これじゃあ。私のやることばっかりだもの。これじゃあ私もうダメになっちゃうよ自分自身が。これはひどいよ。またやるからいいんだ。
便所へ入れはしょんべんは引っ掛ける。ダメな人間、この子はダメな人間だから、はっきり言って。あれ困るな、明後日もあれでしょ、嫌だな私も。うちでいた方が治るような気がするな。あ、なんかもうダメだ、この二人ともちっとも何もしないもんな。みんな置きっぱなしだもんな。なんでも私だけだよ、いつも動いてるの。うちのことをやらなくてならない人間がこの始末だもんな。買ってきたものをみんな置きっぱなしで、そっちきちんと食ってくんない。なんでも上だけ食ってそのままで、この食い方何、みんな何にもしないもんな、汚したままで。ひどいよ、私に全部させるんだから。ひどすぎる、本当にひどいよこれは、ねえ。ひどすぎるよ、みんな私だから。何でもひどいよこれは、さすがにひどい。こんな散らかってるんじゃダメだよ、もう終わりだよ。みんな私にさせるんだもん。
どいよ。あの子気づきゃいい。でもこうやって逃げるんだら、そうでしょ。これだって片付ける用意じゃないんだよ、きちゃひどいよね。暖房はみんなつけっぱなしでしょ、あっちもこっちも。ひどいと思わない？これで金持ってくるもんがいねえんじゃどうしようもないよ。私ももう本当にみんな人の金で生きてる。平気だもんね、この二人は。月が変わっても何も平気だよ。もういいんだよ、私は。私がいない方がいい、このうちは。もうひどいよね。薬も飲めないね、これじゃね。すごいよ、散らかって。すごいよ、うん、ひどいね。私ね、デイサービス行くとね、あのなんか綺麗にはなるけど足がグラグラになっちゃう、無理すると。うん、なんかね、だから一回休んだ方がいいかなと思うけど、今結構良くなってるんだよね、腰がね。そう、とりあえず早くデパス飲んで。ありがとう、ありがとうね、うん、ありがとう。ひどすぎるよね、何にもしないもんね。猫の餌も誰もくれてないよ。ふざ、片っぽはテレビ見て、片っぽはもうみんなやりっぱなしで行っちゃうでしょ。ね、ね、これはひどいよ。ちょっとひどいよ。うん、私ね、ちょっとこれはひどいと思う。全部私だから、何でも。すごいね、うん。こういう生活ってないと思うよ。うん、私はね、うん、何でもやりっぱなし。こういうもの置きっぱなしだよ、全部。もう疲れるな。はあ、もう疲れた。ほんと疲れた、私。みんな私だもん、何でも。これはないよ。トイレもね、私、きれいにしたんだよ。一回で落ちない。だからまたやろうと思ってる。ね。そう。こんだけ散らかってね、うん、あ、これもこら飲みっぱれ、こらついで飲みっぱなしね。こういうだらしのない人間ね、これついで飲みっぱなし、これ洗って、ま、いちいち使うね、何にもできない子だよね、うん、これ飲まないとさ洗えないじゃんね。あ、そうで、リスナーさん、デーは行くだけで疲れると思う。シュートがそうだった。そうなの、疲れるんだよ。綺麗になるけどね。そう、あ、行くとね、綺麗にはしてもらえるけど疲れる。うん、優秀ちゃん、余生さん、近くだったらお手伝いに行きたいよ。ありがとう、優秀ちゃん、ありがとう。ね、ちょっとひどいでしょ、よとやろう。これ全部ね、私片付けなくちゃ。それでね、ご飯買ってきてもね、バーンと置くだけ、うん、ちゃんとね、袋を破ってきちんと取れるようにしとくね。ありがとう、優秀ちゃん、ありがとう。とりあえずさ、薬飲んだ方がいいよね。さっきね、ね、猫の餌もないの。誰もくれない。片っぽはテレビ見て、慎吾はね、部屋に行っちゃって、ね、猫の餌は誰もくれない。ロープちゃん、ありがとう。あ、今、母親と買い物を来てるので、また、ありがとう、浦和先生。ありがとう、バーガー。ありがとうございます。いいですね、親子で。フラー先生、ごゆっくりしてくださいね。ありがとうございます。バーガー、ありがとう。チャミちゃん、こちら風船10個ありがとう、ありがとうね、ありがとう、ありがとうございます。今飲みますかね、お薬をね。ね、悪いね、お薬だけ飲んどかないとね。頭だって朝飲む薬だからね。そう、ありがとう、
ロープちゃー、よせさん仕事が増えちゃう。そうなんだよ、めっちゃ仕事増える。うん、あ、こっちリスナーさん、フラー先生お疲れ様ってね、ミミちゃん配信でお金稼ぐ大変だねって。本当なんだよね、ミミちゃんね、本当だよ、うん、ね、ちょっとひどいねこれね、うん、大変だよ、うん、あの時間がないからね、自分の時間がね。そうなん、ほんであの二人は十分あるんだから、何もしないんだから、猫の餌もくれてくんない、ね、ね、テレビ見て暖房をあちこちつけてね、あ、そりゃ寒いからいいけど、でも今少しね、これひどいよね、これ私が全部片付けるっていうのはね、ひどいよね、うん、これだものね、うん、あ、これね、もう少ないからね。